3番の松原に挑んでいきます。1番高木です。ジャン前ピッチを上げていきまして、早くも高木が前へ出ていく。7番の木村、6番田中も後位に上がっていく。そして中段の外にいる西田。さあ九州勢は先に上がった6番田中から九州ドッキングで4車、ここを今度は福岡トリオが捉えていきました。3番の松原は中段まで上がっていく。残り1周回です。現在松原は4番手の外、前段3人は福岡トリオ、2番の西田、5番の山村、9番の川野。これを4番手外からどこからまくっていくのか。3番松原、その外を1番高木がまくっていこうというところか。バックストレッチ手前から3番の松原いいスピードでまくっていく。7番木村も追随していく。4コーナー先頭福岡トリオを捉えていった3番松原、7番の木村がこれを捉えていく。振り切るか松原、振り切っての五輪完全優勝。